雨の音がするわ。一人ぼっちの部屋を高く冷たい壁に閉ざされている世界、あなたのいない明日は I can't live without you、 いらない。
皆さんこんにちは。みんな元気？私のコンサートにたくさんの皆さんおいでいただきまして本当にありがとうございます。今日は皆さんのおかげで武道館100回目のステージをやらせていただいています。本当にどうもありがとうございます。どうもありがとう。今年も、昨日今日とこの2日間この素晴らしい、武道館で、元気にこうしてコンサートをやらせていただけることを本当に、幸せに思います。ずっと、緊張して無事に、今日の100回目が、幕を
開けることができるようにと思っておりましたが、始まる前から、皆さんが素晴らしい成功コールとそして拍手をしてくださったので、もう本当に大きな力をいただきました。どうもありがとうございます。100回もの回数、こんなに素晴らしい場所で、コンサートをやらせていただけたことを本当に、嬉しく思います。これは本当に皆さんの温かい応援のおかげです。メルコちゃんの頑張りのおかげ。ありがとうございます。ですから、今日のこの100回は皆さんと私の歴史、皆さんと私の歩み、皆さんと一緒の100回です。ですからこれは皆さんの100回です。本当におめでとうございます。この100回目のステージがいつまでも心に残る素晴らしいものにできますよう、最後まで心を込めて精一杯歌わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう最初から胸がいっぱいになっております。はい、初めてこの武道館に立たせていただいたのは1982年12月25日の土曜日、クリスマスクイーンというコンサートでした。もしかしたらその時に来てましたという方もわずかにいらっしゃいます。はい、きっと皆さんまだお小さかったことでしょうね。はい、そうだと思いますけれども、その1982年12月25日から、今日のステージで100回、本当に皆さんのおかげだなと思います。今年もこのコンサート、6月5日に発売されました私の新しいアルバム A Girl in the Wonderland、 同じタイトルで、全国回らせていただいております。オープニングから新しいアルバムの中からお送りいたしました。一緒に歌ってくださっている方もたくさんいらっしゃいました。本当に、ありがとうございます。ここからは100回目にふさわしく、今までの歴史を振り返る懐かしい曲をちょっとお送りしてみようかと思います。よろしいでしょうか。それではここからはですね、さらに皆さんに近いアコースティックバージョンで、懐かしい曲をお送りしてみようかと思います。セッティングの方よろしくお願いします。はい、皆さん今日はお分かり、もうお分かりだと思いますけど DVD の撮影をさせていただいております。はい、どうぞ皆さんの近くにカメラが参りましたら大きな手を振って、ね、これは100回記念の DVD ですので本当に思い出に残る DVD になると思いますので、大きなリアクションでカメラに臨んでいただきたいと思います。よろしいですか。そう、今日はしかも7月7日七夕の日ですね。そうそう、七夕の日に100回なんてなんかいいですね。ラッキーセブンが2つもあるのいいですね、本当にね。七夕の日は何かお祈りをしてね、はい、きっといいことがありますように。私はもういつまでもこうして皆さんと一緒に歌を歌えていくことができたらもうそれで幸せです。ありがとうございます。それではアコースティックコーナー、私も座らせていただいてよろしいですか。はい、
このコーナーはより皆さんに近い感じになりますね。視線がこう同じになるでしょ。だからね、なんかすごく近い感じがするんですけど、私の顔大丈夫ちょっと心配ですけど、まあ大丈夫でしょう。はい、まあそれもライブですね。はい、汗でねまつげが取れようと、今日はそう昨日今日とすごい暑いんですよね。皆さん大丈夫ですか。もう本当に暑いから、あららららら、これがね風が来るんですよ。あら、まあありがとうございます。もうね、お疲れになるから、ご自分をお気持ちだけ本当にありがとうございます。それでは座らせていただきます。はい、先ほどからですね、こうプラカードみたいなものを挙げていただいて、暑いからドリンク飲んでというプラカードをですね出してくださってる方があるんです。暑いからドリンク飲んでね、もうなんかね、もうありがとうございます。最近本当皆さんにいたわっていただくんです。やっぱりね、もうちょっと汗拭いてもいいですか。もう本当に暑いの。これセイコタオルです。いや、すいません、これ100回記念の、そんなことはねどうでもよくて、ちょっとお水も飲ませていただいて。小倉さん、暑いんですよ私。本当に暑いですね。皆さんの熱気でもう昨日より暑いかも。素晴らしいコンサートになりそうです。さあ、それでは気を取り直して、歌を言ってみたいと思いますけども、この今の季節にぴったりの、私の大好きなこの曲から聴いてください。どうぞ。Come on.
どうもありがとうございます。マーメイドとってもこう気持ちがいいね、曲です。懐かしい曲ですね。はい、皆さんどうぞご遠慮なく大きな声で歌ってくださいね。割と小さめに歌ってらっしゃいます。全然大丈夫ですから、こういう感じでね歌っていただきたいと思います。ちょっと、ね、遠慮されてるみたい。はい、じゃあ続いてよろしいですか。続いての曲はちょっと悲しい曲です。もうとてもなんか切なくなります。でも歌います。それでは聴いてください。どうぞ。愛してたって言わないで、心は小さな。あんな鐘
がとうございます。音楽って本当に不思議なもので、この懐かしい曲、このイントロが聞こえてきただけでなんかふっとその時代に戻ってしまう、そんな不思議な力がありますね。私もなんとなくあの青春時代を、19歳デビューした頃のことを思い出してしまいます。きっと皆さんも、ね、その頃中学生高校生、はい、小学生の方もいらっしゃったかと思いますけど、思い出してねいただけたんではないかと思います。もう少しこの感じで続けてもよろしいでしょうか。続いての曲は、私が20歳の時の曲です。ということは31年前です。はい、私は今年で51歳になりました。いやもう本当にありがとうございます。あ、いい？ ありがとうございます。もうなんかほらいたわっていただいてるでしょ。そうそうそう、31年前ですよ。今日ねここであのいらした方で31歳って方いらっしゃるかもしれませんけども、あなた30歳どうですか。31年前の曲。31年前は結構な、もう私は大人でしたけど。そうですよね。よくテレビで拝見してました。そうです。まあ51歳になりましたけど、今日は20歳の気持ちで歌わせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それではこの曲聴いてください。どうぞ。させていただきたいと思います。まず最初はドラムス、鈴木邦明。ベースギター、水野正明。ギター、高田二郎。
そしてキーボード野崎陽一。サクスフォンフルート竹上義成。さあそしてギター音楽監督小倉亮。どうもありがとうございました。バンドの皆さんに大きな拍手お願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ちょっとバンドの皆さん、こんなにアンコールいただいて、もうどう、いや本当にありがとうございます。ちょっともうほらアンコールいただきました。皆さん楽しんでいただけてますか。いやもうね、もう去年もねこのアコースティックコーナーで、アンコールを皆さんにいただいたんですけど、全く予期してなかったもんですから何も用意してなくて、同じ曲を2回やったじゃないね、はい、もうね今年はそんなことがないように、もうもしかして皆さんがアンコールをねくださったらと思って練習してきましたね。はい、練習してきました。いやこんなに受けるなんてありがとうございます。もう練習してきた甲斐があります。そう、なんかね、去年は本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだったので、今年は違う曲をちゃんとやられるようにもう準備してきましたので、あ、どういたしまして、もうとんでもございません。という100回にふさわしい、あ、よかったです。じゃあ、はい、それでは皆さんからアンコールいただきました、曲は私が選びます。そうです、ちょっとなんか変な気もしますけども、ちょっとやっぱ変ですか。いや全然変じゃないですよね。そう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 、一番アコースティックにふさわしい曲を選びましたので、私たちが心を込めて用意したこの曲聴いてください。どうぞ。ちょっと本当にすみません、ちょっといいですか。ちょっとすみません、昨日もそうなんですけど、こんだけ私たちが準備してきたどうぞって言って、このてんてんてんで聞こえたらお客さんだからえーって、去年と同じなんていうような、その心の声がですねちょっと聞こえました。でも立ち直り早いんですよ、一瞬ですね。そうすごい、あっという間に盛り上がってるので、あ、これでいいのかなって。それすごい嬉しいですね。一瞬のハッと思ってももう切り替えが早い。はい、でもねこれ私の方が
皆さんが去年この秘密の花園のノリがあまり良くて、これ上半身しか見えないんですけど、この上半身の皆さんのノリが良かったわけで、これが1年間忘れられなくて、だからぜひアンコールを皆さんにいただいたら秘密の花園でしょうっていう。ですから本当に皆さんノリノリで言っていただきたいと思います。このノリノリという言葉自体が古いんじゃないかという、ちょっとそういう声もございますけれども、まあよろしいでしょう。あ、しかも今日 DVD だから、これ特別に客席をいっぱい映していただけるようになってますね。だから皆さん、ダメよ、ご遠慮なさらないで、よろしくお願いします。それでは気を取り直して、みんな DVD だから、ああもうダメよ、みんな DVD なんだから、もうこのテンテンテンきた、はあ、この曲、そのリアクションでいきますよ。いい、これ今アンコール、今のとこカットね。アンコールをいただきました。はい、皆さん戻ってきました。じゃあアンコール、アンコールいいですか。アンコール。それではね、やはりアコースティックといえばこの曲だと思って私選びました。それでは聴いてください。イントロスタート。月明かり青い岬にママの目を盗んできたわ。真夜中に呼び出すなんて、あなたってどういうつもり。真面目にキスしていいのなんて、ムードを知らない人、ああ喜んでいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ皆さん、秘密の花園といえばメンバー紹介、皆さん大きなリアクションでお願いいたします。さあそれではドラムス鈴木邦明、鈴木さん、秘密の花園が発売された日にお生まれになりました。さあ続いてはベースギター、水野正明。素晴らしいですね。さあそしてギター、高田次郎。ありがとうございます。さあそしてこちら、キーボード、野崎陽一。続いてはサクスフォン、フルート、竹上義成。ありがとうございます。そしてギター、音楽監督、小倉亮。もっと盛り上がって最後までいきますよ。いいですか。ルックスは割といいから、モテるのも
無駄を知らない人、ああ